足を使うということですね。グローブの動き、これもねすごく気になる方とかね結構いてて、皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、ボールの握り替えを詳しくやっていきたいと思います。キャッチャーとかね、野手の方必見です。最後まで見てください。それではやっていきましょう。握り替えってね、やっぱり野球の、ね、試合の中ですごく重要なことになってきますね。例えばですけど、ダブルプレー、まあ、これはまあベースですけど、セカンドベースと例えてピポットの使い方の時の握り替え、そんでキャッチャーのボールを刺す時の握り替えで、あとはですね、外野からの送球が来てカットマン、カットプレーの時の握り替えっていうね、アウトにするために必要な技術になってきます。で、そこのね、練習法というか、どういう意識を持ってやるとうまく握り替えができますとか、そういうところをね、やっていきたいと思うんですけど、一番ね、僕が目につくところっていうのは、やっぱりボールを取りに行ってしまう傾向があるというところですね。例えばもう実際にやってみます。ボールが来た時に、この来てるボールを取りに行く、この姿勢が、すごく多いですね。ボールが来ているのにかかわらず、自分から取りに行ってしまう行為っていうのは、体からグラブが離れていってしまうっていうことが一つと、取ったらその後また持ってこなきゃいけないというこのね、動作が大きくなりすぎる、まあ、アクションが大きくなりすぎる分、握り替えが遅くなってしまうということですね。なのでボールを来た時に取りに行ってしまって、持ってきて投げる、これがすごくロスになってしまいます。でも実際ね、試合になってしまうと、みんなボールに必死なんで、どうしてもこうボール来たゲッツーでもセカンド、僕はセカンドとしてサードゴロが来ましたと、で待ってますってなっても、ボールが来た時に取りに行ってしまうために遅くなってしまうということですね。これをね、どういった意識でやればいいかというと、もちろん取りに行くんじゃなくて、ボールが来てくれるんで、体の近くで取れるようにするっていうことですね。で、体の近くで取れるようにするためには足を使うということですね。普段だと、まあ、横からの映像だと、こうボールが来た時に取りに行ってしまう、まあ、足が動かずに手だけでこうやって行ってしまうと、そこに足を持っていかなきゃいけなくなりますよね。足とグローブを引く動きを一緒にしなきゃいけないのが、もう取りに行く時に足を出して体の近くでボールを取れると、一気にもう速く握り替えができるということですね。実際にやってみると、この形がこういうことですね。横からの映像でやってみましょうか。この出してる状態から足を使うことで体の近くになるということですね。まあ悪い例がこれですね。で、いい例がこういうことですね。まさしくこの足を運ぶことによって体の近くで取れるようになる。で、体の近くで取る分、コンパクトな動きになる分、早く握り替えをしっかりできるということですね。で、それを技術として意識してやると握り替えが早くなるということですね。なので、当て取りとかね、あると思うんですけど、当て取りっていうのは基本的にゴロとかを取る時の当て取りであって、ボールを取る時の当て取りっていうのは実際は、ね、ほぼないと思う。よくね、映像でこう当て取りでこうやってキャッチボールとかね、こういう、なんていうかね、こういうイメージでこうやってる方とか結構多いんですけど、これは実際に試合ではほぼ使えないということですね。まあ、基本的にこれは、まあ、言ったら見せるものですね。ゲームで使うものではなくて、実際にだって当てるときっていうのは、こういうふうに押した、この勢いでポンとボールが跳ね返ったところをキャッチしているような感じなんで、試合ではどちらかというと必要な動きではないということですね。どちらかというとボールからグラブに入ってくる方が握り替えはしやすいはずなんで、ここは当て取りじゃなくて、ゴロを取る時の当て取り、これは普通にあることなんで、そこをね、皆さん勘違いしないようにしてください。大事に一つ一つのプレーを大事にしていこうと思うんであれば、そういう早くするために当て取りの技術を覚えるじゃなくて、ボールを近くで取る技術と、ボールを近くで取るために足を運ぶっていう技術を先に身につけた方が、野球選手としてはすごくいい選手になると思うので、そこをね、意識してください。じゃあ、キャッチャーも同様ですね。キャッチャーに関しても、まあ、ちょっと普通のグローブなんですけどね、キャッチャーやってる方も握り替えの時にボールをこう取りに行ってしまって作るっていうわけじゃなくて、
足を運びながら体の近くで取ることで早く作れる。それをどうやって練習していくかっていうところなんですけど、その練習って一番練習できるのはやっぱキャッチボールですね。キャッチボールが一番数取れるんで、キャッチボールの時にその練習をしっかりする。ただ普段にこうキャッチボール来た時に、ボールが来た時にこういう風にね取るんではなくて、常にキャッチボールの時から足を運んで近くで、で握り替えもしっかり行う、こういう感じですね。こういう練習を普段からやるとやっぱりね身についてくるものだと思うので、キャッチボール皆さんね大事にして、その時に握り替えの練習をしっかりして、でそこで感覚とかね、あこれぐらいまで近づいたらだいぶ近くで取れるなとか、でこんだけ近づいたら早く持ってこれるなとか、でそういうところの意識をしながらやるとすぐ身につくものだと思います。であともう一つはですね、グローブの動き、これもねすごく気になる方とかね結構いてて、例えばじゃあ悪い例の一つとして、これですね、よく見ますけどボールを取った勢いでグラブが下に落ちてそれを引き上げてくる動作、これもねやっぱりボールを取りに行ってるっていう傾向がそうさせてると思います。やっぱりキャッチャーでもキャッチングでも取りに行ってしまうとグッとミットが落ちるみたいな感じで、ボールは引っ張ってくるもんやから体の近くで取れるようにすると、やっぱり腕に力が入るんで近くに、体の近くに引き寄せれるようになってくるので、そこもね含めて自分ってこういうふうに落ちてるなとか、あ確かになんかこれがリズムになってしまってるなとかいう方は、なるべく体の近くで取ることで、そこからはもうグローブをひっくり返すだけの話なんで、バンひっくり返すだけなんで、このイメージからこうやって返すだけですよね。これだけでも握り替え、あとは手を持っていくだけなんで、これで握り替えがしっかりできるので、イメージとしては追ってあげる。でこの時もねやっぱ当て取りじゃなくてしっかり掴んでますよね。掴んでるのでボールの勢いをしっかり殺して握り替えに入れるということですね。あとはですね、やっぱり送球ってね常にねこう胸に来るわけじゃないんですね。やっぱりこんなところに来たり、こんなところに来たり、この時の握り替えってどうしたらいいのっていうことだと思うんですけど、その時は先ほど言ったように足です。足をしっかり動かすということですね。例えばじゃあこっちに来た時に、普段やったらこうやってやるところを足を運ぶことによって近くになるですね。こっちでもこうなるところを足を運ぶことによって握り替えを早く、グラブで、ね、ボールは取るんですけど、やっぱその前の足、体をちゃんとついてこさせなきゃいけないというところがね、その送球が悪い、まあ悪いというか送球がそれた時の対処法になってます。グローブで何とかするんじゃなくて、足を運ぶことによって体の近くで取れるようになるということですね。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。